袋の東口に来ております。今ですね、明日から電動ナックアンチシステムの電動ナックアンチシステムのですね、本番、舞台の本番があるということでここにやってきたんですけれども、まあね、台風も近づいているらしいんですが、今は雨も止んですごく居心地のいい気候です。というわけでですね、今日はその劇場池袋シアターグリーンベースシアターまでの道のりを私がご案内しようかなと思って、はい、今日ここにやってきております。では、今信号が信号が赤になってしまったんですけれども、東口を出ますと目の前にドンキホーテがあるんですね。まずドンキホーテの方に進んでいただきたいんです。ちょっと決めてるんですけど、じゃあ行ってみよう。ちょ言及しよう。信号が青になるまでに言及しよう。そうね、今のは決め台詞なんですね。そうじゃあ、行ってみよう。張り倒したいですね。これが真のあこやさんの、名台詞、はい、決め台詞。わかりました、はい、じゃあ早速行ってみよう。3回言ったよ。いや JR は梨尾さん、梨尾さんが、はい、どうも JR 東口を出たら、はい、まず目の前にドンキホーテがあるんですよ、うん、すぐドンキがありますね、そっちのに渡っていただきたい。まずそれを、まあ、この交差点はですね、なかなかにして変わりにくいので、あんまり劇場に対してギリギリに駅に着くとちょっと開演に間に合わない、うん、この蒸し暑い時期にああもう汗かいて劇場ついちゃったみたいなことになるので、まあ、多少余裕を持ってそうですね、来ていただきたいなと、はい、思います。何分前ぐらいに電車降りるのが理想的？20分あ、やっぱそのぐらいあった方がいいね、ちょっとやっぱ迷ったりすると、不安な、渡ったよ渡って、まずじゃあドンキホーテの前まで行きます。あ、ドンキホーテ過ぎましょうか。じゃあ、でドンキホーテを、向かいにして右の方にどんどん進んでいただくんです。なるほど、渡ってから右手ですね。新宿方面ですね。ポイント1 OK。 新宿東口、新宿じゃねえや。池袋東口、東口ドンキホーテ前右。そういうキャラクター突然の、わかりました。あれでいきます。ここら辺は何が、まあ、右側 の、 その駅の方にはさ、西武、西武百貨店あるから、ここはもう何でも揃ってますから、ね、ちょっと待って、ここ道の向こうに西武百貨店、ちょっともう閉まっちゃってますけどね、ありますね。まあ、今若干夜なんでね、こういったお誘いみたいなのありますけれども、もね、ちょっと負けじと行きましょう、見に行く前はちょっと、はい、誘惑には、そうだね、誘惑には、はい、左上見てください。左上ロッテリア、お、ロッテリアがありますね。はい、ちょっと一瞬止まりましょうか、ブレるから。ロッテリア、はい、ポイント、ポイント2ロッテリア。スーがもう最悪の最悪のイントネーションだよ。イントネーション違うな、発音。ポイント2ロッテリアを左折。左折、ありがとう。左ですね。ロッテリアに着きましたら、ここ左に入ります。おお、なるほど。曲がります。曲がりましょう。あと、まあ、プロントとか、あと銀行か、これなんだ。銀行みたいな。銀行みたいな。ちょっと今の夜間なんで道の真ん中ガンガン行ってますけれども、まあもうお昼間はもうちょっとね、歩道をお歩きいただけるかと思います。まあ。ここで歩きにくいってことはないと思うので、結構サクサク進めるかなと思いますね。ここはサクサク進んでいただけると思います。そうだね。いや、それにしても今日バータリしましたよ、しんのさん。そうです。バータリって皆さんまあ分かります？芝居を純粋にっていう言い方あれだけど、その単純に芝居を見に来ている、見に行くのがお好きでいてくれるファンの方々っていうのは、バータリって言われて。
そうだね、はい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 、あのことねって思うんだろうか。そうだよね、うん、まずだから音響さん、音の人、うん、と照明を作ってくれる人、うん、と、うん、役者、うん、と舞台を、うん、まあ、作ってくれた人、全部が初めて一緒に合わせる、はい、合わせ稽古ですね。なるほど、だからここはもうちょっとじゃあ音で入るのゆっくりにとか。そうですね、ここで音入るから、うん、じゃあセリフをもうちょっと後から出そうかとか、なんかそういういろいろ調整をね、全セクションの調整を、最終調整をする、はい、そうするときなんですところだと、ね、今日はそれを、はい、だいたい3分の2ぐらいまでやりましたかね。そうだね、半分ちょっとぐらいまでやりましたかね、うん、みんなで頑張りました。頑張りました。いや突然今の我々かなりゆっくり歩いていますけれども、ここまでまあサクサク歩けば東口出て5分とかからないところです ね、うん、ちょうど今、うん、はい、26分なんで、はいはい、もう始まって2分ぐらい喋った喋ったかね。そうすると、うん、すいません、また後で行きます後で行きますって言っちゃったね。あ、すいませんないっすよ。よかったら僕の案件だけ聞いてもらっていいですか。あ、すいません、今ちょっとダメです、すいません。そうしましたらですね、今こういった交差点に来ております。はい、はい、左にファミリーマートですね。あ、これおしゃれファミリーマートじゃね。新しいんだよこれ。これがありまして、後ろサンマルクカフェ、あー、ありましたね。みんながあの小屋入りする前によくチョコクロね、あ、そうそう、買いますね。それでファミマで、あのよく見るファミマの看板がある、この交差点ですね。これを、あ、これを直進します。直進しましょう。行きましょう。信号がチカチカしてる。チカチカ。やべえやべえ。画面がブレる、画面がブレる。あかんな。で、はい、なんだっけ、直進してまた直進ですわ。ここはね。ずっとここまっすぐで。まっすぐ行ってください。わかりやすくね。あの、バータリって、ちょっと、やっぱ役者としても、うん、なかなか作業として特殊じゃないですか。そうだね。なんかあります、バータリあるあるみたいな。あるある、うん、なんだろうな、まあ、基本テンション上がるじゃん。そのテンション上がる、ほら舞台もさ、きちんとした舞台ができて、あー、なるほどね、照明も素敵な照明入って、うん、音もなんかすごくいい感じで入ったりすると、もう、はいはいはい、芝居も乗っちゃってなんか稽古場でやってたこと違うぞみたいなあー、怒るね、うん、多少怒るね、やっぱ怒り得るんですよこれ。不思議なことに何度やっても、あ、どうしました、ここ右側、ここ右、右側に、ちょっと、うん、まだ曲がらないよ。曲がんないの？いや、右側に何？右側に一風堂って、あの、ラーメン屋さん、一風堂、はい、ありますね。この先に、うん、丸亀製麺、丸亀製麺、これ、みちさんがよく行くとこうどん屋突然 おすすめの店を突然教えてくれたのね。丸亀製麺美味しいから。分かった。じゃあ、道すがらに戻りましょうか。その、はい、今、ファミマのあの交差点を突きて、今もうここまで来てますね。はい。直進しましょう。いや、でもほら、バッタリっていろんな初めてがあるからさ、すごく楽しいし、気を張るし、うんうんうん、ね、例えばなんか角が出てたりとか言われて。あー、分かる。今日、道さんぶつかったいやだから道井さんなんて運動能力もそもそも高いし、うん、すごく動ける人だから、うん、さもそういうことをすごくうまくやるだろうと思ってるだろうけれども、ちょっと待ってね、今今ね、ポイント3こんななんもないところがポイント3なんですか。突き当たり、なるほど、突き当たり、一応その四ツ谷学院さんがありますね。四ツ谷学院さんがあるこの突き当たりを右折右折だそうですなるほど、右折しましょう。まあ、ちょっと工事中なんで公園っていうのが見づらいですけど、ここ公園なんですよ、うん、なるほどね。あ、いいですね、夜歩くともうしっとりとしたこの恐ろしい空気言うな、そういうこと。道先をぶつかったでしょ。あ、そうそう、ぶつかったの。テーブル、あれで、そうだね、うん、舞台上に設置してあるあの道具にぶつかりましてまあだからそういうことが
起こりうる。そうそうそう、ね、で そういうことをまず全部当たっておけと、うん、そのトラブルが起こるなら起こしとけと、うん、何がトラブルになるのかみんなで調節していきましょうという、うん、電圧あるあるもあるんでしょ。あ、そうそうそう、あの電圧って、まあ、今回はまたちょっと違うんですけど、すごく出はけの段取りが多いっていう芝居をやったりもするんですね、うんうん、今までやってきたことがあるんですよ。で、役者一人がする出はけの数が本当20とか30とかっていうことになった時に、うんはい、舞台上にいる時もどこかにはけてからもあれ今私右に行くの左に行くのっていうのがもう分かんなくなるの。あるで、劇、ま、稽古場では整理がついたけれども、うん、その部屋の雰囲気で覚えてることってやっぱりあって、うん、その稽古場のこのドアに向かってこのセリフを言いながら走ってたとかっていうことが場所が変わるから、そう、え、何この黒い壁とかになるのよ、うん、どっち、黒い壁にこのセリフを当ててる私って正解なの不正解なのみたいないやー、電圧ではだからよく経験しますね。ねえあるよね。あれなんかだんだん暗くなってきたよ。本当だ、あれ映ってるちゃんと、映ってると思うな、映ってる、映ってる、チェック OK です。まあ、それが電圧場当たりあるあるの一つではありますね。はい、で、はい、その後突き当たるんですけど、突き当たるんですけど、あそこがね、オープンしてると、うん、お花屋さんなんですよ。あー、わかるかな、これ。道を突き当たりましたら、フラワーショップさんがあります。ぶつかりました。うん、ここポイント4。左折中。右折か左折か迷ってんじゃねえよ。いや、右手見て、あ、こっちが左折しました。はいはいはい。はい、ね、左手にはお寺があるんですよ、うん、お寺がね、落ち着いた雰囲気の道です。ちょっとね、静かないい感じ。あ、もうこれは分かんないね、これも。あ、すいません。はい、はい、大丈夫ですか。ちょっとあんまり大丈夫ですか。大丈夫です。すいません。池袋の街はこの時間に歩いてるとこんなにもたくさんの人から声をかけられるということを勉強してますね、我々。すごいね。左折しました、フラワーショップを。はいはいはい、左折したところで、うん、一般的な場当たりあるあるは何かないですか。一般的な、ね、その、まあ、電圧に限らずみたいな。え、それさっき言ったっけ先に言っちゃったんだよ。先に言っちゃったの。芝居が変わるっていう、 あれか、あの話ね。そう、そうだよ。そうだね、うん、確かに。じゃあもういいか、うん、だってゴールが近いから。そう、もうすぐです、うん、でもちょっと、うん、あれって思うかもしれない、ここで。あ、なんでなんで。まだかなって。あー、この直進がちょっと迷うかも。そうそう、うん、ちょっとね、長いなって思う気持ちは分かる。初めて来たりするとそうかもね。そうそうそう。そんな時は春大予備校じゃない。あー、そうか。一つこれ大きくない。春大予備校。ちょ、もうこれ全然映ってないけど、ここにね、予備校があるんです。はい、お知らせのねマイクが、まあ、よーしよーしよーし。はい、まあまあ、ちょっとこっち右側に春大予備校がありますね。春大じゃん。春大、寸大。だからフラワーショップを左折してから、80メートルは直進しますね。そうだね。だからまあそこは不安がらずにガンガン行ってもらって、100メートルあると思っといていいと思う。そういうことだよ。わかんないけどどういうことだよ。100メートルあるかもしんないけどね、うん、今ざっくり言ったからね、うん、はいはいはい、直進しております、うん、ちょっと暗いですけど、今ただ直進しておりますよ、はい。ずっとまっすぐです。まっすぐです。そうするとだんだんですね、開けてる、はい、開けた土地が左手に見えてくるんですよ。開けた土地が、ああ、なるほど。ね。うん。ちょっとこう、見えないか。チェーンがかかったこう。これね。うん。ああ、しんのさん、我々大失敗。ゴールが見えません。暗い、ゴール暗いんですけど。ゴール暗いね。あ、これはわかんないわ。もう怖いわこれ。ああ、もう真っ暗だもん。真っ暗。じゃあさ、ちょっとあそこ使おうよ。あそこ使う。あ、今ぼんやりとしたしんのさんがちょっとだけ映りました。あー、しんのさん会いたかった。というわけでゴールしました。で、一番手前が独占ボックスっていう、うん、ちょっと上まで行く劇場で、一番手前がボックスインボックスという違う劇場ですね。そうそうそう、はい。で、
なんかちょっとカフェみたいのがあって、さらにカフェ奥に行くとカフェがある。そう、はい、でその隣がベースシアターなんです。さらに奥隣がベースシアターの入り口だと。そうなんです、いうことですね。だから、はい、そうですね、そこから入っていただければ。え、ちなみにそのさらに奥、一番奥には一番大きなビッグツリーという劇場の入り口がありますので、その手前です。手前です。はい、ただし我々いつものごとく上り立ててます。わかりやすくご案内しておりますので ね、この建物に来ていただければ、うん、まあ、ちょっと建物の全貌をお見せできなくて本当に申し訳ない。申し訳ない、こんなに暗いと思わなかった。で、私たちが出発した時はまだもうちょっと明かりがあったんですけどね、ちょっとダメでした、ね、残念残念、この子がいてくれてありがとうって感じ。すごい虫がやってるけど。こういう若干のお飲み物、この自販機の隣にはですね、わあもうダメですね、喫煙スペースが設けられてますので、そうそう、だからここでちょっとねタバコ吸って吸って、はい、そうちょっと早めに来てね、うん、一息ついていただいて、いいと思いますよ。で、普通に歩けばどうでしょう、10分前後でしょうかね。そうですね、我々10分前後あれば、はい、まあ間違いなく劇場にはついて、そうですね、ついてますね、はい。というわけで、何を映しながら、しんのさんの声がね、ボスよ。いや、今日はもうボスで終わろうか。これで終わろう。あ、そうだそうだそうだ。というわけで、明日の8日火曜日から1週間後の15日火曜日まで、うん、ここ池袋でお知らせというですね、世にも面白いコメディの舞台やってますので。もう勇気があるね。勇気がある。いやでも面白いと思うんだよね。これさ、やるたびに言ってるね。面白いと思うんだよね。私好きなんだよな、これ。やっぱりお客さんが入らないとね。そう、またね、このね、面白いさ、完成しないから。そうなんだね。ぜひ皆さんで完成させてください。そうですね。完成させに来てほしいですね。ぜひ。じゃあそういうことで、はい、ちょっと暗めで大変申し訳ありませんでした。我々頑張ってご案内したんですけれども、分かっていただけましたでしょうか。迷わず来ていただいて、はい、ぜひお越しください。 2,30 分前に池袋駅に着いてるのを目安に、そうですね、来ていただければ間違いありませんので、はい、あ、ちなみに上演時間はどのぐらいになってますか。2時間5分、道がいるから2時間7分。私は2時間3分と読みました。嘘、3分からの道で5分。という感じでですね、2時間ちょっとになってます。はい。ま、なので、ご移動の時間と、そうですね。駅から劇場への時間と、上演時間と、はい。すべてもろもろ鑑みまして、万が一ご都合が合えば、ぜひ、というかもう必ず本当に何度も多い来ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はもう宣伝に次ぐ宣伝で終わっていこうと思います。、はい、また明日から劇場を跳ねましたら、跳ねるっていう言い方良くないね。劇場出ましたら皆さんのお声などを取り、あ、そうですね、明日もやるのかな、配信しましょう。します。するのしないのわかんないけど。配信します。はい、はい、頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。しんのさん、笑顔で。じゃあねー。ないねー。明日ねー。